座ったまま握手、スマホ操作に一人腕組み。石破茂首相、APEC での映像が SNS で物議。南米歴訪中の石破茂首相をめぐって、ペルーの首都まで開かれたアジア太平洋経済協力会議 APEC での立ち居振る舞いが SNS で物議を醸している。駆け寄ってきた外国首脳に対し座ったまま握手を交わし、腕組みしたまま式典に臨んだ様子が映像で報じられており、外交上のマナーとして違和感を指摘するコメントが少なくない。APEC 閉幕に合わせた各国首脳との集合写真の記念撮影も、首相は交通渋滞に巻き込まれた結果、欠席した。日本でも仲間を作らないタイプと聞いていますが、外交の場ではフレンドリーに振る舞ってほしい。タレントのフィフィさんは18日、XQ Twitter でこう苦言を呈した。各国首脳が和やかな様子で談笑する中、首相は椅子に座ったまま、スマートフォンを操作している。手元の書類をめくっていると、マレーシアのアンワル首相が近づいて握手を求め、首相も応じたが、座ったままだった。カナダのトルドー首相らが首相の椅子に駆け寄って握手を求めた際も首相は立ち上がらなかった。リマの大統領官邸での歓迎式典を伝える別の映像では、他の3人の首脳が両手を前に手のひらを重ねるなどして式典を見守る中、首相一人が腕を組んでいる様子が報じられた。厳かな表情を浮かべる韓国のユン・ソンニョル大統領とは対照的だ。首相は16日の各国首脳との集合写真の記念撮影欠席を余儀なくされている。林芳正官房長官は18日の記者会見で、集合写真への出席を予定していたが、当日急に発生した事故渋滞により、結果的に対応が困難となった、と説明した。このことについて、首相側近は、集合写真に写らないのは失態と言えるかは別だが、現状の首相にとって象徴的かもしれない。自民が大敗した衆院選の結果などダメダメな状況が指摘される中、弱り目にたたり目だ、と嘆いた。いか略、モンストでもやってたんだろ。パズドラかもしれんぞ。いや、馬娘だろ。つまつま。ポケモンの珍しいのがいるのかもしれない。シャドバなんだよな。威風堂々。アベマリオをしてるつもり。小心者ほど偉そうにするよね。うちの軽い自閉がこんな感じなんだが。元気出せよ。そんなに自分を卑下することないじゃないか。うちの自治会こんなじいさんばっかりだわ。やはり自閉入ってるんだ。総理専用アプリとかあるんやろか。で、海外でも批判されてるのかな。スマホじゃなくて電卓叩いてた可能性もちょっとはあるだろ。新人なのに先輩方に挨拶しないのかよ。外交上のマナーというより一般社会でも同じことしないだろ。こっちはソシャゲに忙しいんだよ。新技能なら挨拶回りしてあの温まる暇すらなかったろうね。コミュ障すぎる。さすがに俺も挨拶くらいするぞ。座って握手怖いものなしか。見た目だけならマフィアのボスだからな。切り抜きがひどいな。自民党だから別に良いけど。マジで信じられんのだが、こいつもしかして麻生とかにも同じ態度だったんじゃねえの。総理の器ではない。いや、何が悪いの。これくらいでいいよ。最近の日本社会によくマッチしてる。英語話せないからだね。でもこんなの気にするのは日本人ぐらいだろ。どこで話題になってるんだろ。よそに愛想振りまいたところで金むしられて終わりだから。う、5チャンネルやってたんだろ。俺と似ている感じで親近感湧いたわ。座ったまま握手は失礼すぎる。これが国民的人気があるとされた政治家。自分は総裁選出疑問になり顔で嫌になりました。外交におけるここうのゲブさんというキャラ設定は壮大な実験だからね。あれほど首相になりたかった男なのに、首相になるのがゴールだったみたいだな。もしうちの子供だったらぶん殴ってるところだよ。やばいな。こういうまでの礼儀を知らないって俺みたいな奴らな。恥ずかしい。こんなんに地域立ち上がらねえよ。相手も別に気にしてねえし、むしろいい笑顔だと思う。石破の意思表示だろ。外交するなら立つし、拒絶するなら座ったまま。ブレーンと話し合うでもなし、スマホポチポチして人来ても座ったまま握手して追い返す。ダメすぎだろ。スマホを持ち込んで良いことにびっくりした。居酒屋じゃないんだから、せめて最低限の礼儀は守らないと。トランプとの相性あるそうで草。大丈夫かこれ。首相になることがゴールな人に何を期待してるのか。前任者もそうだったけど。ぼっちでスマホいじっとるのお前らもやろ。部下に指示してるんだよ。知らんけど。こんなことは小さなことだけど、中国に取り込まれるのが心配。
むしろゲームアプリしてたら、その弾力に見直すわう。総理大臣は外務大臣を一度は経験した人の中から選ぶのがいいのかな。外務大臣の経験なかったな。そういえば、安倍は大学出て安倍晋太郎外務大臣の秘書になって世界中外遊してたから慣れてる。オタクが総理大臣になるとこうなる。スマホで翻訳して悪口言われてないか聞いてるんじゃね。寝てなかっただけ進歩したとも言える。石場さん、おにぎりの食べ方が汚すぎる。かまでも、もうちょっと綺麗に食うぞこれ。めちゃくちゃ笑ったう。お腹を空かせた保育園児みたいで笑った。ごめん、これはちょっと可愛い。汚すぎて草。予算通ったらこいつ辞職だろうな。バカすぎて外交やらせられない。どっしり構えてるんだよ。勘違いすんなよ。何このインチャ。まずはアルバイトから始めよう。トランプさんはマックでバイトしたから石場さんはもっと厳しいところがいいね。結婚式場や葬儀場とか厳しいからどうだろう。だって出迎えろやこのバカチンが。メディアの印象操作が始まったな。人の背中を刺すのが得意な人間が総理に向いてるわけがない。わかってたのになぜ選んだ。マナー専門の人とか使んのか。そういうところに税金使え。見た目は可愛いけど実際は愛嬌がないからな。鉄道とか好きそう。鉄道オタク、アイドルオタク、兵器オタクだよ有名ちゃん。相手が立ってるのに座って握手はないな。これは失礼すぎる。さすがに座ったまま握手は世界的にも失礼に当たるんじゃないの？座ったまま握手はグローバルスタンダードなのかね。トランプに振られてもうやけくそう。以上で動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。